これにて麻生君の質疑は終了いたしました。次に豊田純太郎君。委員長。豊田君。新党絆の豊田でございます。豊田純太郎でございます。私は総理に3問ご質問するということで、質問用紙にすでに具体的に書いてございますので、このようにお配りしてございますが、改めてそれをお読みいたしますが、第1問は平成23年の12月9日公務員給与削減法案の審議成立のために国会の会期を延長すべきであったが、なぜ国会を閉じたのでしょうか。それから第2問はですね、平成23年同じく去年の暮れの12月24日ですけれども、民主党の国民の皆様への約束の中で最も基本的でかつ大事な柱の一つであるコンクリートから人への象徴的な事例とされていたヤンバダム、このヤンバダムをなぜ平成24年度予算で工事の再開を認めたのでしょうか、というのが第2問で、第3問は同じく年末に統治機構組織の見直しを含む徹底した無駄の排除と予算の効率化による歳出の大幅削減を実行しないまま、なぜ消費税の増税だけを強引に進めようとしたのでしょうか。この3問なんですけれども、ちょっとこれを申し上げますと、少し遡って半年ほどの前になりますが、確か去年の6月に菅前総理の時だったと思いますけれども、社会保障と税の一体改革ということを進めようということを決められたわけですね。で、私はその時に社会保障と税の一体改革というアプローチの仕方はおかしいと、これはずっとことあることに申し上げてきたわけです。というのは、まるでですね、社会保障と税を天秤にかけて、社会保障を受けられないんだったら、あるいは社会保障が嫌なら、消費増税しなくてもいいけれど、社会保障をしてほしかったら、消費税の増税、これやむを得ないんだよっていうような、まさに二者択一の、しかも回答のその選択肢のない、消費増税ありきという形のアプローチの仕方は私はおかしいんじゃないかと。だから歳出と歳入の一体改革、今まさに総理がそういうことを言いかけられていましたけれども、私は歳出と歳入の一体改革、社会保障は必ずしも正規ではありません。社会保障の中でも総理がおっしゃるようにいろいろとメスを入れなきゃならない部分も多々あると思います。その社会保障を含む歳出全体、その歳出全体の見直し、徹底的見直しを行うとともに、これを私はまず先行してやるべきだと思いますが、せめて同時にその歳出の見直しとともに歳入の見直しを行う、税の増税ありきじゃなくて歳出の見直しを行う、歳入の見直しを行う。歳入はご案内のように税と税外収入と、それから借金、国債があります。その国債をできるだけ減らそうということであれば、まず歳入の中で税外収入というものをうんと増やすという努力をすべきではないかと思います。で、さらにですね、その税外収入を増やしてもどうしてもこれだけの歳出を賄うためには必要な財源が必要だということであれば、その時に増税の議論になる。しかも増税はですね、消費税だけじゃないんです。当然所得、法人、それから資産税もあれば、その他の間接税もいっぱいあるわけです。相続税っていうのは資産税ですね。だからそういうものをですね、総合的にバランスを考えて、そして最後にどうしても消費税ですということならば、私は話は分かると思うんですが、それを私はずっと機会あるごとに申し上げてきたんですけれども、全然そういうことに議論が進展しないということだったんですが、昨年の9月、野田内閣が発足しました。で、私はですね、野田総理を当初、本当に心からお支えしていたんです。党の人事で私は、広報委員長代理ということで、9月に広報委員長代理を仰せつかりました。
で、その時の一番最初の一番大きな仕事というのは、総理のあのどでかいですねポスター、大きなポスターを作るというのが広報委員会の一番最初の私の大きな仕事であり、でこれはあの広報委員会だけのマターではないというので、幹事長室とも提携をして、当時の広野広報委員長、それからタルトコ幹事長代行、それから当時の城島幹事長代理、そういう方々と相談をして、あのポスターをどうするか、いろんなところにお願いをし、いろんな形を作って、そして最後は総理の意向も踏まえてですね、ああいう目線がいいとか、こういう角度がいいとか、そして100メートル離れてても総理と分かるような大きいものにしようということでお作りした。で、私はあの本当に野田総理ならば、あの民主党を9月の時点で立て直していただける人ではないかと、このように本当に思っていたわけです。ところが9月から10月、11月、そして12月になって、一方的にどう見ても私はあの総理がもうしゃにむに消費増税に走っていかれる、これはちょっと私はおかしい、せめてですね、菅総理が決めたときは、菅前総理のときは菅総理、野田内閣になったらせめて切り口を変えて、社会保障と税の一体改革ではなく、歳出と歳入の一体改革、こういう形にですね、まずアプローチの仕方を仕切り直しをして、そしてまず歳出の削減、歳出の見直し、それをきちっとしてから増税議論に入るという、そういう手順をなんで踏んでいただけなかったのかというのが、非常に去年の9月から12月にかけて悶々としていた私の思いでありました。で、結局質問の冒頭に戻るんですけれども、この3つの質問というのは、私がですね、最終的に離党、昨年の末に離党いたしまして、新党絆を作りましたけれども、その離党を決意させた3段階、いわゆる三段跳びなんです、これ。きっかけになった。12月の9日、12月の24日、そして年末、変な例えですけど、ホップ、ステップ、ジャンプでどうしようもないということで離党した。このことをですね、総理にぜひ分かっていただきたい。あの最初の12月9日の日、これは今あのおそらく明日総務委員会とか本会議開かれて、給与削減法案もある程度目処がついていくとは思いますが、なぜ去年の12月のあの9日の段階で消費増税、消費増税とおっしゃるならば、なぜこの国会をたとえ2週間でも延長をして、その問責決議案の問題とかいろいろあるかもしれませんが、なぜその時にその国会を延長して公務員の給与削減法案の成立を期すというその覚悟を示されなかったのか、それを非常に最初に疑問を感じました。2番目はこのヤンバダムの話です。国民の皆さんに約束したことを保護にしておいて、それで消費税の増税ということはありえないんじゃないか。消費税の増税は国民に約束したわけではない。むしろ消費増税をしないということを言ってきた。にもかかわらず、ヤンバダムは回復する。そして消費増税はやります。これは本当に民主党としての国民の皆さんに対する約束を本当に保護にする、無視する、とんでもない私はことではないかとその時に思ったわけです。で、最後、年末。これはもうどうしようもないと。どうしても野田さん、最後まで総理が強引に消費増税に踏み切るとおっしゃるんなら、しかもその前にやるべきことをやらずして消費増税をするとおっしゃるなら、これはもうどうしようもないなということで、離党を決意し離党したと、ということであります。で、私はですね、あえて申しますが、決して消費税に反対している人間ではありません。むしろ消費税というのは、将来の財源として大変大事なものでありますし、これはできるだけ早く環境を整えて、そして引き上げるべきだ。私はそう思ってます。しかしですね、その何度も申し上げてますけど、消費税を引き上げる前にやるべきことがあるんじゃないですかと。国民の皆さんも最近消費税に対して関心は非常に高くなってきています。しかし、世論調査でも8割から9割の方々が、消費税を増税する前に政府にやるべきことをきちっとやってもらいたい。それをやってもらうなら、
それをやってもらうなら消費増税もやむを得ないと。そんなことないですよ。 NHK の世論調査で1月に 80% というのが出てるんですよ。そういうですね、まず消費税の増税をする前に、その引き上げをする前にですね、やるべきことをやっていただきたい。まあ、くどいようですが。そして、まあ、私も一言申し上げたいのは、私も20年ほど大蔵省に入っておりまして、主計局総務課予算を振り出しに約20年間、予算の編成と税制に携わってきたんです。そして消費税の導入の時も、その引き上げの時はまあ退職してましたけれども、導入の時の平成元年の時はまさに大阪国税局の関税部長の現場で第一線で非常に苦労をしながら消費税の円滑な導入に協力尽力したんです。その思いからすると、消費税を上げるっていうことは大変な、今でもこれ大変ですけれど大変なことなんですね。逆を言うと、この大変な時こそ歳出にメスを入れる絶好の機会なんです。消費税をこれだけ上げる、皆さんに、国民の皆さんに負担をお願いする、だからこそここで身を削ってっていう、本当に本当にやる気があって、統治機構や組織の見直しを含めたですね、歳出の抜本的改革、見直し削減を行う、それをぜひ私はやっていただく、それが絶好のこの機会ではないかと思っていますので、少し長くなりましたけれども、まとめて3問 お答えいただければと思います。岡田担当大臣。岡田君。総理です。それじゃあ3番目の質問は、まあ、行革でございますので、まあ、私からまずと思っております。まあ、この委員もですね、2年以上にわたって、まあ、同志として民主党の中でですね、共に汗を流してこられた、そう思っております。で、そういう中でやはり我々埋蔵金はかなりですね、これあぶり出しましたし、そして、例えば公共事業予算を大幅に削減するなどですね、いろんなことを一緒にやってきたことも事実ですから、やっぱりそういうことはですね、やっぱりお認めいただきたいというふうに思います。で、まあ、今後なおやるべきことはたくさんございます。今党の政治行政改革調査会の方で、立法をお考えいただいております。で、その中に政府としてやるべき項目が具体的に書かれた、まあ、そういう議員立法でございます。まあ、私も党の皆さんと議論させていただきながら、まあ、その法案ができることを非常に楽しみにしておりますが、まあ、その法律に基づいてさらにしっかりと行革をやっていくと、そういう決意でございます。野沢内閣総理大臣。3つの質問にまとめてということでございますけれども、最初の質問が、昨年の末に公務員給与の引き下げ削減の議論を行っている、与野党協議を行っているときに審議もできない状況の中でなぜ国会を閉じたのかというご質問だったというふうに思います。です。まあ、幸いにしてですね、最近3党の実務者の協議を一生懸命積み重ねていただき、政調会長間で合意をしまして、いよいよ国会審議となりました。ようやく目処が立ってマイナス 7.8% の減額を実行できることになりましたけれども、まだ12月の段階においては人間の扱いと我々が言っているマイナス 7.8% の扱いの隔たりがありまして、それが協議が整う状況、展望がなかったということがあります。で、その上にもうご案内のとおり12月ですので、予算編成も大詰めになっていく、税制改正も大詰めになっていく等々の、そういうやらなければいけない課題もありましたので、残念ながら12月の段階では国会は閉じさせていただき、そして引き続き政党間協議により今回のようなチャンスができることを粘り強く待ちながらいたということでございます。それから2つ目はヤンバーについてでございますけれども、ヤンバーについては、まあ、政権交代以降4代の大臣が予断を持って検証をせずという立場で
その検証を進めてまいりました。その検証を踏まえて、事業再開という、国交省の判断がありましたけれども、その時には官房長官の裁定がございました。官房長官の裁定を踏まえて国交大臣には適切に対応していただきたいと思います。事業再開、予算はつきましたけれども、これはその2つの裁定をどうこなしていくのかを見ながら執行は判断をするということでございます。それから、増税の前に歳出削減をするは、それは当然だと思います。当然というか、それに対して私があまりがましらに強引に消費税増税に走っているというご指摘が3番目のご質問だったというふうに思うんですが、これはちょっと正確にこれまでの経緯をたどっていただきたいんですけれども、昨年の6月に社会保障と税の一体改革の成案をまとめました。これ政府与党でまとめました。それはもう豊田先生もいろんな議論で入っておられたと思います。約半年間かけてこの6月に成案をまとめたんです、政府与党として。でその後に私は菅さんが辞められた後の代表選挙、8月末に行われました党代表選挙、私が公約をしたことは、先生は歳出と歳入の改革という路線で考えろという話ですが、社会保障と税の一体改革の具体化をしていくと、そのためにこれから詰めていくと、そして法案をこの年度内に出すということをお約束をしました。5人の候補者がいろいろいらっしゃったと思いますけれども、そこが明確に申し上げました。しかも決選投票の場でも言いました。そこはご理解をいただいてたはずだと思います。その上で広報でポスター作り等でご尽力いただいたことは大変ありがたいと思いますけれども、明確に党代表選挙で私は申し上げたことです。そのことを着々と議論させていただきました。そして去年の暮れに党の議論の中で集約をされ、1月6日に素案となってまとめましたけれども、この間にも強引という私はご指摘は当たらないと思います。本当に時間をかけて皆様カンカンガクガク の議論をしていただきました。時には議論、激論にもなっておったというふうに思います。だけどもその中でまとめたことは強引ではありません。12月の29日に深夜まで最後まで残っていた方はお分かりだと思います。強引な意思決定はやっていません。握手と拍手で終わりましたというプロセスをたどってきているということは、ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。お二人のご説明は、想定の範囲内ということなんでございますけれども、最初のその国会の延長云々の話は、これは私はその時点での判断でもっと私は誠意を見せっていうか決意を見せるっていうこともあったんじゃないかという、これはもう再質問しません。それから2番目のそのヤンバダムの話ですけれども、これもちょっと納得できないのは、前原政調会長が確か政府案決定の2日ほど前にヤンバダムを再開するなら国交省予算を認めないとまで言い切った、そういう経緯のもとで、それは官房長裁定とかなんかいろいろ技術的なことをおっしゃるかもしれませんけれども、本当に基本中の基本になるような国民の皆さんに対するお約束を、その象徴的なものを取りやめるっていうか、要するに再開に走る、それでいて消費税は消費税でっていう話は、これはやっぱりおかしいんじゃないか、これは改めて申し上げておきます。いずれにしても第一問も第二問も私はちょっと納得できないんですけれども、3番目、これは再質問をさせていただきたいと思いますが、4点、私はこのことについてご答弁されましたけれども、私から4点申し上げて、それを踏まえて最後時間があればお答え願いたいと思います。第一にですね、総理は今ちょっとおっしゃらなかったかもしれませんが、常に最近おっしゃっているのは行財政改革を一体としてやるんだと。でまさにそれは去年の12月14日に岡田副総理が初代の会長になって、党の民主党の行財政調査会ですか、改革調査会、それを作られたということですけれども、私はですね、第一番に申し上げたいことは、やりますとか、あるいは消費税が上がるまでの14年の4月ですか、それまでにやりますとか、そういう口約束ではなくって、
実現実行を先にしていただきたいんです。これだけの実績を上げた、これだけの例えば歳出の削減を、あるいは制度の見直しをやって、これだけの切り込みをやったという、そのまず実績を作って、あるいは実績が作る、あるいは例えば法律でもいいですよ。法案だって今回消費税の大綱が出て、消費税の法案が来月にも出るかもしれない。なぜじゃあ行財政改革の法案が未だに出ないんですか。その対抗がなぜできないんですか今。それはまず歳出の削減を実現実行し、実績を作ってから消費税の増税を問うべきだ。これ第一点。それから第二点、岡田さんおっしゃいましたけれども、去年の12月14日調査会の会長になられて、1月に代わられて中川さんが2代目になられて、で今度も変わられて、中野寛成さんが、今度なられたのか内定されているのか、そういう状況ですよね。2ヶ月足らずぐらいの間に3人もトップが変わってですね、本当に総理あるいは今の政府民主党が本気になって行財政改革をメスを入れようとしているのかっていう、その本気度がまず疑われるっていうのが一つと、それからですね、具体的に言いますと、岡田さんがちょうど会長をやられた時の独立法人とか、それから特別会計の整理統合って中間案みたいなのを作られましたよね。あれ中身見て私びっくりしたんですけれど、 A 法人と B 法人足して AB 法人にしますよ、それで2つが1つになりました、数が半分になりましたっていう、そういう類の議論で、実際どれだけそれによって経費が削減されるのか、政府の税の負担がどれだけ減るのか、その資本は、資産は何もない。逆に言うと合併してですよ、過去にも例があるんですよ、焼け太り、言葉は悪いですけれども、二つが一つになって逆に経費が増えちゃったっていう、あるいは特会だって ある特別会計の何々勘定、それから残りのもう一つの、特別会計合わせたって何々勘定というのを残したまま全部が残れば何の意味もないんです。名前だけがただ数が減ったというだけ、そういうふうなですね、案っていうのは私は全くおかしいんじゃないか、実質がないという。それから中川さんがですね、これ確か9日の調査会の役員会で示された行政構造改革法案の骨子というのがあると聞いておりますが、それによりますとですね、2年半前の、マニフェストで13年度までに2割削減と掲げた公務員の総人件費の削減、これについてはですね、具体的な期間を検討すると実施期間を先送りしたと。さらにですね、5年間で1400億円以上の公務員住宅売却とした国有資産の売却額も数値目標がほぼ消し去られたと。こういうことで、ほとんど中身のないようなことを今やろうとされている。それがですね、全力で行財政改革に取り組んでいます。だから消費税の増税よろしくという、そういうことは私は言えないんじゃないかっていうのが2点目です。それから3点目。これはちょっと細かい話ですけれども、総理がよく予算の組み替えということをおっしゃいます。平成24年度の予算を組み替えてメリハリをつけた。あの言葉の使い方は私は間違ってますし、やめていただきたいと思うんです。日本再生科学のおそらくことを指してですね、その予算の組み替えだっていうふうにおっしゃってると思うんですが、予算の組み替えっていうのはそういうもんじゃないんです。抜本的に制度やあるいは組織やそういうものを変え、しかも省庁の縦割りを超えた横断的な、そういう形で予算を組み替えるのが予算の組み替え。総理がおっしゃってる日本再生科学はですね、自民党の皆さんにも申し訳ないんですが、私どもが事務方として主計局で予算を組んでたときに、復活折衝という制度があって、そこに財源を2000億とか3000億一応プールしておいて、
予算は全部決まってるんですが、その予算の中で最後大臣折衝でこれだけ取りました、あれだけつけましたということで各省庁に花を持たせるという形の、そういう形の復活折衝という制度があった。その類と全く変わらないんですよ、再生化なんていう話は。それがですね、総理が声を大にして予算の組み替えをやりましたというようなことをおっしゃっていただくというのは、私はもう少子千万ですし、そういう用語はやめていただきたい。大変例えがどうかとは思いますけれども、総理がですね、昨年原発事故収束っておっしゃいましたね。原発事故の収束宣言というあの用語の使い方と全く今回の予算を組み替えているっていう、それは同じ間違った用語の使い方なんです。それを第3点として細かいですがご指摘しておきます。で、最後第4点目ですけれども、これは批判ばっかりするのは申し訳ないので、一つ具体的提案をということで、本気になってやればできる話なんですが、紐付き補助金を一括交付金化にぜひしていただきたい。ざっくり言えば、おそらく予算の中で、まあ精査してみる必要はありますけど、20兆ぐらいはいわゆる補助金があるんだと思います。で、地方へそういう補助金を回すときに、民主党の中でお調べになった話だと私は聞いてますけれども、民主党の中で全国の地方公共団体、地方自治体の組長からヒアリングをして、そしてどれぐらいの経費補助金かかりますかっていう話をしたときに、紐付きだったら例えば100億円ですが、紐付きでない一括交付金だったら70億、7割でできますよと、7割で今の地方自治体がやっている行政サービスを維持できますと。7割っていう話はですね、掛け値ですから、おそらく6割とか、もっと頑張れば5割とかいくかもしれません。まあそれは精査する必要があると思いますが、菅前総理もそれをやろうとしてほとんど何もできなかった。この一括交付金制度というのは、地域の活性化を進めるとともに、これはですね、民主党のまさに地方分権、地方主権、それの一丁目一番地のその政策を遂行する大きな、しかも財政の削減を可能とする非常にいい、私は施策だと思うんです。で、これを本気になってやれば、本気になってやったときに抵抗が一番強いのは役所です。おそらく、まあ、唯一反対しないのは大蔵省の主計局ぐらいで、それ以外の役所は全部要求官庁ですから、すべて反対します。その今、総理が軸足をですね、一生懸命国民の皆さんに増税の説得に回ってっていうことをやられるんなら、役所の役人を説得して、紐付き財源を一括交付金化にすると。そこに全力を挙げていただくというのが、まあ筋ではないかという、この4点を申し上げて答弁を求めます。2分30秒しかありませんので、その範囲内で答えてください。岡田担当大臣。独法特会のお話しされました。まあ委員もらえた時も含めてですが、まあ、我々ですね、この政権交代後、独法から2兆円の金を一般会計に入れたはずであります。それから予算で言いますと、年間3兆円の予算を3000億以上減らしました。そういう成果は上がっております。今回の改革の中では、従来の道路特別会計、社会資本整備会計、これもなくなって一般会計になりました。まあ、そういったさまざまな成果は上がってきているということは申し上げておきたいと思います。そして、まあ、時間もありませんが、最後にですね、今、党でご検討中の行政構造改革法案、これは本当にですね、多くの仲間が必死になって今、作り上げているところであります。それに対してですね、先ほど委員がほとんど中身がないというふうにおっしゃったのは、私は大変残念だということは申し上げておきたいと思います。野田内閣総理大臣。今、2番目の点は副総理からのお話のとおりですが、もう一つ、まあ、今、若干重複しますけれども、私の政権になってから何かできてないことにご批判をいただくことはこれは構いません。だけど、これまでの行革の取り組みはみんなでやってきたことです。で、それについては、トヨタさんも入ってたんです、そのチームに。で、これまでに我々やってきたことの中では、3兆円の恒久財源を作って、その範囲で子ども手当の使用政策をやってまいりました。その範囲でやってまいりました。税外収入はもっと取ってきてます。これを合わせるとやっぱり10兆円規模にはなってるんです。ということの評価は我々が総力を挙げてやってきたことなので、そこまでは共同してやってきたことなんです。
そこはぜひご理解をいただきたいというふうに思います。でこれは手を抜いていくつもりはありません。これからもやり抜いていきたいというふうに思っています。それから組み替えの話も全く同じなんです。今回の日本再生重点化枠は1兆円です。でいくつかの基準方針を決めて政治主導でもちろん役所からいろいろ上がってきています。でも党からもたくさんいただいています。それを選んで1兆円の規模にしています。で従来のシーリングと違うのはまず規模は1兆円に乗るような今までやり方はしてないと思います。というようにそれは今回だけではなく前もやりました。その時もトヨタさんいたはずでございます。続いて紐付きの補助金から一括交付金、これは間違いなく進めていきたいと思います。ご指摘の通りです。今年今進行中なら5120億です。これもみんなで総力を挙げて5120まで持ってきました。で24年度は8000億以上頼んでおります。県だけではなく今度はあの政令市も含めての対応になります。着々と進めていきたいというふうに思います。これにて豊田君の質疑は終了いたしました。次回は